まあ意識するところはこの胸のこの胸郭っていうところを意識するんですけど、クラブを持っててもらっていいので構えを作ってもらって、まず右手だけでクラブを持ちます。で左手はここに置いてあるんですけど、上がった時にぐーっと胸を張った状態で、それをぐるーっと下ろしてくる時に必然的に背中が丸まって、今頭が下がったはずなんですね。それにプラスアルファで腰の動きをしてあげることによって、インパクトの形がしやすくなってくる、はい。ちょうど今ゴルファボのコメント欄に、はいはい、どうしても前傾角がこうキープできずに、はいはいはい、浮き上がっちゃう、はい、ヘッドアップしちゃう、はい、残そうとするとなんかうまく振れない、はいはいはい、しっかり振ろうと思うと起き上がっちゃうみたいな、これ原因たくさんあると思うんですけど、はい、考えられるポイントとして一つ挙げるとしたらどんなことあると思いますか。やっぱり僕があのレッスンを見させてもらって多いなと思うのは、胸が張りすぎの人が多いのかなっていう、はい、まあ、なんかこうね、胸張ってしっかり張ってこう、はい、構えましょうみたいな、はい、なんか聞いたことあります。そうですよね、はい、胸張るってことは悪くはないんですけど、それが張りすぎると起き上がる原因になるのかなっていうのが、メカニズム的にはどんな感じですか、はい、まあ意識するところはこの胸のこの胸郭っていうところを意識するんですけど、ここが胸をグッと張ると頭ってこう起き上がる、そう、まあそうね、ちょっとグッとこう頭が上がるのが多分分かると思うんですけど、はいはい、これが丸まってくるとグーってこうやって頭が、まあ顎が少し下がるような感じになってくると思うんですね、はい、皆さんゴルフやってる方はなんとなく見たことあると思うんですけど、プロたちの連続写真のインパクトの写真って、背中が丸まってるように見えてるはずなんですよ。そうですね、はい、プロのインパクト見ると結構皆さんこう、そうですよね、グーッと丸まってますよね、はい、後ろから向いてもそうですし、そうですよね、うん、これがおそらく上がる方っていうのは胸がこう張ってる状態から上がって、はい、インパクトするときもずっと胸が張りっぱなしの方が多いはずなんですよ。ああそうですね、そう、だからそうするとずっと張ってると頭が上がるっていうこの動きが多分起きたように、うん、ゴルフのスイングでも胸を張ってグッとインパクトすると頭が勝手に上がってくるっていう現象になってくるので、上がってきたやつを溝落ちをグーッと丸めていくような形で、そうやっていただくと頭が下がる傾向になるんですよ。うん、そうよくですね、頭を動かすなっていうのはプロの業界ってなくて、できるだけ上がってきたやつを若干下がった方が飛ぶんじゃないかっていう、はい、説もかなりあるので、これはどういうことかっていうと、胸が開いて閉じる動きが飛ぶ人は上手いから頭が下がるっていう傾向がかなりあるんですね。マキロイとかも結構そうですね、頭半個分ぐらい下がってきて沈みますよね、はい、これはやっぱり構えてトップっていうのは胸が張るものなんですよ、うん、で張ったやつをぐーっとこう縮まってくるから頭が下がってるように見えてくるんですね。見えるっていうことですね、はい、なのでアマチュアの方も構えた時に猫背が気になって、はい、ものすごく胸を張るっていう方がかなりこういう感じありますよね。そういらっしゃると思うんですけど、はい、これやってしまうと胸自体もかなりストレスがかかって動きにくくなってしまうので、一旦この胸をグッとちょっと丸めていくぐらいの形にしてあげた方が肩の回旋っていうのはかなりしやすいんじゃないかなって。実際じゃあやっぱりこうなってインパクトした方がいいっていうのはまあ分かりました、はい、じゃあ打っていくときにどう意識すればいいですかね。まあそうですね、基本的にこれに関してもあまりボールを一旦打つっていうよりは形を覚えていくっていうのがまず大事で、はい、クラブを持っててもらっていいので構えを作ってもらって、まず右手だけでクラブを持ちます。で左手はここに置いてあるんですけど、上がった時にぐーっと胸を張った状態で、そうするとこの胸がものすごく張ってると思うんですよ、はい、ありますね、うん、今それをぐるーっと下ろしてくる時に一気に丸めてみましょう。そうすると必然的に背中が丸まって、今頭が下がったはずなんですね。そうですそうですそうです。そうすると勝手に頭がぐーっとこうやって下がってるように見えてくるので、それにプラスアルファで腰の動きをしてあげることによってインパクトの形がしやすくなってくる、はい、それでその意識をした上でボールを
打っていくとだんだんその形に近づいてくるかなっていう。やっぱりここがこう開きすぎたまま打とうとしてもなかなか難しいってことですね。そうですね。ここでは開いたものをやっぱり少し閉じながら、はいはい、振っていくと、はい、ものすごくいい形ですよ。じゃあまず悪い例でいきますと、このまま胸を張った状態で張っていくと、形になります、はい、じゃあ次はいいですね。こうやってくると、うん、しっかりこう前傾が起きないスイングができる、ね、っていうことですね、はい、ぜひ試してみてください、はい、ありがとうございました。